おはようアノルド寝落ちしてケチャップをこぼしたのかいおや生理じゃないかでもどうして君に生理が来たんだいはっはあ君はインターセックスだね実は思春期に生気が変わる人はおよそ2%いるんだビリヤードの球がポケットになったりその逆もあるどうして写真を見せてくれないのかやっとわかったよ それで君は男の子それとも女の子性別は三つの方法で決まる。一つ目は体に備わっているホルモンだ。女性ならエストロゲン。男性はテストステロンだ。二つ目は遺伝子。XY の染色体なら男性。XX なら女性だ。三つ目はジェンダーで。これは君がどう感じるかだ。これは生まれつきじゃなくて生きてる間に決まるんだ。 早速洋服を変えるんだねこれで君の内面と外見が一致したわけだもう少し改善した方が良さそうだけどね君の人生は大きく変わるよ男性も妊娠できるんだ例えばトリスタンとビフというオレゴンのカップルがいるちなみに最初の男性の妊娠もオレゴン州だ オレゴン州の皆さんどうなってるんですかスージーが興味を持ってくれてるよラッキーだね外見は女性でも男性のように振る舞うことだってできるんだよ長年の夢が叶ったねスージーと一緒になれたじゃないかおやカウンターにいる男性が気に入ったのは君だよアーノルド スージーの方だね君は安全だ7月20日アーノルドは銀河系への旅行へ出かけた7月27日に戻ると彼は地球上で唯一の男性となっていた電話や電子レンジが使えなくなりウーバーは自転車や馬車に変わり家の電気の代わりにろうそくになった 男性たたちがが働いていてて産業が全て停止したためだアーノルド逃げなくてもいいだろう君の体では毎日7,000万個の精子が作られる物理的には1日最大8人の女性を妊娠させるることができるだがみんな君に触ることすら言い張ってるから人工授精することになったこの結果妊婦の数は1,500万人になった。 君はカーダシアンより人気があり国の最重要人物にもなっている女性たちは君を喜ばせたりしっかり世話をしてくれるだがこれには裏がある君は囚人でこの国を離れることも義務から逃げることもできない君の種はどんなレアメタルよりも価値がありすぐに第3次世界大戦が起こる。 今世界は中国の下痢を引き起こすウイルスに汚染されているんだだが君の体にだけはワクチンがあるんだよ世界の70億が君を探してる195の国の全てのメディアに君の写真がアップされてるよもちろん警察のデータベースにもだしかも警察だけじゃない世界最高の特殊部隊にもだ MI6 英国諜報機関 100年間ずっと24時間働き続けている ISI パキスタン軍統合情報局世界最大となる1万人のエージェントを抱えているそして CIA 拷問が大好きだから気をつけるんだぞカナダ安全情報局予算はなんと5億700万ドルを超えている本当に捕まらないと思ってるのか君の写真は全世界へのソーシャルメディアにもアップされたんだ もはやグレタ・トゥーンベリよりも有名なんだぞまあ彼女は君の人気を喜んでないだろうとにかく君の血を最後の一滴まで他の人にあげるだけでいいんだよ <laughs> 早速世界各国から最高の特殊部隊が来たぞアメリカ海軍のシールズフランス国家憲兵隊中国の有機兵突撃隊だ まあばったりあった子供に捕まるかもしれないけどね隠れても無駄だよニューヨークだけでも2万台の監視カメラが設置されているんだカメラで写真を撮影して顔の主な特徴である鼻目口の間の距離を比較するこのデータはフェイスプリントと呼ばれる人の数値コートに変換されてデータベースで照合されてるんだこれを使うんだこの眼鏡は LED が取り付けられていてい カメラから顔を隠すことができる<ー>カメラから見ると顔がピカピカ光ってるからよく見えなくなるんだほらバッテリーだそれから変装もした方がいいこれはドーナツの食べ過ぎだなお腹に大量のガスが溜まってるぞさあ思いっきりぶちかませようしよくなっただが警察犬は汗の匂いの成分である落参の匂いで君を見つけることができる そんなことをしても無駄だよたった 1g の汗でも警察犬は10階建てのビルの上からでも分かるし15フィートの深さでも分かるんだしかもアメリカだけでも700万台のドローンがある手を振り回してないでこの対ドローン特殊武器を使うんだ<ー>この銃は広範囲に電磁波を発射するから狙う必要だってないのさこいつはドローンに電波干渉をするんだ ドローンたちは基地からの信号を受け取れなくなるから制御が不可能になるんだこりゃあいかん大変な騒ぎだ人混みの中に曲げれ込むんだ、うんうん、おーっとキスカメラだ、うん、<laughs> ああ今度は何をやってるんだよ あのな他人の私生活を覗き見るなんて最低だぞ堂々と覗きやがってああ、ほら言わんこっちゃないおい太陽を覗くと目をやけどするぞ俺たちの目っていうのは光を感知する細胞が移動する道みたいなもんだ結構な距離だぞ太陽を見るっていうのはそいつを火の中に放り込むようなもんだぞ紫外線で目の水晶体のタンパク質がやられてどんどん見えなくなってくる おい、気をつけろよりによって塗りたてのコンクリートに落ちやがったすぐには出られないぞもう太陽から目を背けることもできないな紫外線をあびればあびるほど紫外線はどんどん目の中までダメージを与えるんだまずは角膜の外側だその次は目の中の水晶体のタンパク質だしまいには網膜の光を受け取る細胞までやられちまうそうなるともう涙だって出ねえ 目の中に水分なんて残っちゃいないからだ雲<タッ>が出てきたぞ<タッ>ああスーパーボールの日だから人工的に雲を消されちまったなまだまだ序の口だ目にマッチ棒なんて入れるお前が悪い<タッ>こんなことになるなんて夢にも思わなかったがああ<タッ>ついに視力がなくなっちまったな太陽で目がやられると真ん中 あるいは周辺が見えなくなっちまう夜何にも見えなくなるってこともあるんだ薄暗い感じだなこれを見てる君の目はどうだいいねボタンを見つけて押せるかな正しく押せれば問題はないだろう起きろアノルド覗きなんて最低なことをするからこんなことになるんだ自業自得だこれが始まりだったんだ 何かが目覚めたんだ頭を強く打ったことでジェイコブが目を覚ましたんだこれはアーノルドの別の人格だ科学的に言えば分身であり乖離性性同一性障害と呼ばれるこの病気になると別の人格が患者の体を完全に支配下に置くことになるこの障害の原因は子供時代のトラウマであることが多い子供はショックが起きた時に記憶を遮断して自分を別人だと考えるようになる ジェイコブは臆病なアーノルドとは違って劣等感に悩まされることは全くない大胆でしかもセクシーだ普段は他人に興味を持たない人でもつい興味をそそられてしまうだが問題が一つあるジェイコブは東ネパールの言葉であるルーミー語しか話せない別人格は本人とは全く別物だ話す言葉人格性別 年齢国籍さらに IQ も違うかなり変わったケースでは別人格は動物になったりとても宗教的な人間だったりする別人格がどれだけ多いかはアメリカの犯罪者ビリー・ミリガンによってよく知られるようになった彼はなんと24の人格を持っていたんだビリーは裁判で無罪になった別人格が犯した犯罪について 彼自身は全く知ららなかかったからだアーノルド自分がしたことをよーく見るんだどうやら心理療法を受けるようだねだが人格の分裂というのは統合失調症ではないし治療法も存在しないおやこれは何だい彼女からのメッセージだよ今すぐ来てほしいって言ってるよアーノルドの中の人格は1人で十分だ あそれデートアプリじゃないかその鍛え上げた体だと髪型ぴったりだねマッチしたよでも18時間45分かけてデートに行くつもりかい多分世界一長いフライトだなうんはおいおいいいのかい 元の世界に戻るためには3つのタスクをクリアする必要があるらしい頑張れよ君のアドバンテージって何だろう頭が弱くて腕も細くてジャンクフード好きかここでは役に立たないものばっかりだなとりあえずスキンを選ぼうかデートするならプレゼントぐらい用意しようえその世界一大きな花 うお中はひどい匂いだその匂いで相手が空を飛ぶんじゃないか次は虫だマラリア炭疽菌下痢を移されちゃうよ大丈夫かいえ移されちゃったの幸い公衆トイレが用意されてるね でも使用中だから外でしよう彼は臭いものが大好きだ逃げないと食べられるぞもうそこしか逃げ道はないよそのつルをつかむんだ象が握ったって切れないからねあヘビの胃液で君の体が骨まですっかり溶けるには1時間半ほどかかるナイフでお腹を裂くんだ 君の命とデートのためだヘビには死んでもらおうでかいのも捕まえたぜ中に何かありそうだ何がかあったら俺にいなじゃあなこれからデートだけどスライムと粘液でベトベトだねああ今回はめでたしめでたしだな じゅま AI の画像生成に飽きてきた様子ああ Tinder にアップロードするのかいそんなものに引っかかる人なんてまさかメッセージだ君はデートに誘われたぞ君のソーシャルメディアの写真は 他の何百万の写真と同じように顔認識用のデータベースの一部になっているアメリカでは成人に2人の1人がデータベースに登録されていて5000万台の該当のカメラを使って認識できるだから99%の確率でどこにいても見つけることができるんだ人工知能で使っても君のクロゼットは助けられない同じ緑の T シャツからどれを選ぶのかは難しいよ、うん、アーノルド重要なことは 自自分らしく自然に振る舞うことだそれはやりすぎだ今人気のチャット g p t 3のデータベースは1冊200ページの本の28万5000冊に匹敵する人間が1週間に7冊の本を読むとすると5470年かかる人工知能はそれをわずか5年で処理できるだから人間よりも10万1143%効率的だ緊張する こっちもだ来たぞおお本当に美人だどうして君なんかに落ちたのか怪しいな君の冗談を聞いて笑ってるとても怪しい10回連続ストライク完全に怪しいあーに写真なんて君撮れないだろうまさか彼女は人工知能を備えたロボットだ どうやら彼女の目当ては君の愛じゃないようだ逃げた方がいいアーノルド XM25 グレネードランチャーは人工知能を備えていて自律的に目標を認識して爆発するんだでも一番人気がある武器はやっぱりドローンだ1マイル離れた場所からでも顔を認識することができてその時間もわずか2秒だ でももしかしたらドローンは爆弾とは全く異なるものを統括するかもしれないアーノルドこのロボットから逃げるのは難しい待て考えがある彼女の携帯を持ってるな急げアーノルド彼女を向こうにする方法がある赤いボタンを押すんだもう寝るのかい実は今君の夢を操作する秘密の実験をしてるって知ってたかい脳っていうのは寝てる時も働いている超ハイテクコンピューターなんだ 夢で走れば体をコントロールする部分が活性化する視覚イメージが出てくると映像担当の脳が活発になるだから現実と同じような活動を起こすから夢ってリアルに感じるんだよだけどねアーノルド夢はあくまで夢なんだ現実は夢とは違って結構シビアなんだよねうんー何かおかしいねほらまずいアーノルド実験が失敗してるみたいだということは夢じゃなくて悪夢だね ホームレスに食べられちゃうなんて最悪の死に方だああ起きたかいああまだ寝てるかな夢の中だと時間の進み方ってちょっと変なんだ脈拍が遅くなるから体が使うエネルギーも少なくなるけど脳は普段と同じスピードで働いていてるだから夢の中の時間の感じ方はどんな夢かによっても変わるんだ夢の中だと一生分の人生を味わうこともできるけど 実際は数分で終わっちゃうことだってあるうん何か変だねタガイさんなら知ってるかもあはあなるほどこれは明晰夢だつまり体が寝ていても精神が起きている状態だ長い修行と鍛錬をしてこの明晰夢を体験することもできるよもしくはキノコとかねアスリートは怪我をしないで練習するためにこの明晰夢を使うんだトラウマの治療にだって使える 君は明晰夢の経験はあるかいコメントで教えてくれよ明晰夢から覚めるのは入るより難しいんだあはいいアイディアがある夢の中では何でもできるけど現実には何も起こらないこれがずっと夢見てきた人生を経験する方法なのかもしれないねまあ無理だろうけどな抜け出す方法は一つありそう <laughs> デデロリアンの新ししいモデルを用意したよテスラにアップグレードしておいたからね他の場所に行くだけじゃなくて時間だって移動できるんだよ例えば1986年だ成功だ今君がいるのは爆発数分前のチェルノブイリ原子力発電所だアーノルドカメラで爆発の瞬間を撮影してくれそれを YouTube に投稿すれば 最低でも2000万再生はいくだろ何だよバッテリーが切れたのか充電してこいそれヨーロッパのコンセントだからそのままだと入らないってああ無理やり突っ込んだ全部君の仕業だったのかもうどうにもならないとにかくそこから早く逃げるんだグローブボックスにモバイルバッテリーがあるからそれを車につけろ 充電に60秒かかかるのか防護服をつけろ自分が放射能の中にいるかどうかなんて目には見えないでももうそこらじゅう放射能だらけだなんかそれ違うな<ー>誰かのバッグを間違えて持ってきちゃったのか<ー>放射能が500レントゲンを超えると髪の毛と爪が抜け落ちて皮膚が赤くなって病気が一気に悪化するんだ でも大丈夫だすぐに気絶しちゃうから32ああもう気絶しちゃったそのあたりの放射線レベルが1時間あたり2万レントゲンだからね急がないとこの車も壊れちゃうよバッテリーも十分だ2020年へ GO すごい旅だっただろう 病院で内臓検査してもらったほうがいいよ、えーうん、アーノルド今君すごく間の悪いところにいるよまあ防具服が見つかってよかったねんアーノルドさんこんにちはコスプレの世界にはスターがいるんだ彼女はえなこインスタグラムのフォロワーは なんと150万人だ彼女の時給は32ドル1年でなんと27万8千ドルだおや消えてしまったあっちだほら急いで追いかけろ さあ出てきたこれが少年漫画で出てくる典型的なボスってやつだ幼い頃から厳しい修行を受けて死神ヴァンパイア海賊ガールズパンツァーと戦うでも友人がみんな彼を裏切って孤独のあまり闇に落ちるってやつだアーノルド君が今いるのは一番人気がある少年漫画の世界だ少年漫画の主人公は底辺からスタートして トップに上り詰めて最後はボスを倒す物語だしっかり修行を積んで最終的にはあのボスを倒すのが君の使命だいやいまいちだってじゃあ学園ものはどうだい重大の甘酸っぱい経験がまたできるよそうそうアニメの世界ではね女の子はみんな完璧なんだまあ男の夢を実現しちゃったって感じかなそういう女の子のことを俺の嫁って言うんだ まあ、二次元の奥さんだよね。アーノルド、ここは君にぴったりじゃないかいわゆるユートピアだ。エヴァンゲリオンだったり、ガンダムだったり、怪獣が出てくるんだ。アニメを作るときは、まず、漫画を描くんだ。漫画はアメリカのコミックとほぼ同じだけど、読み方は逆なんだ。日本の漫画の量は、トイレットペーパーの量より多いんだよ。昔は見向きもされなかったけど、今じゃ大人気の業界だ。 この2人は君の義理の妹さおいおいエロゲーじゃないんだからこれで終わりだよさあこっちが本題さ頑張って心のコスモを燃やして全集中の呼吸だ頑張れほらしっかりガードしろって気合だよ気合ほら相手が弱ったぞ彼が使えるのは孤独の闇だけ君が使えるのは温かい友情だその友情を力に変えるんださあ君の力を見せてやるんだ いつからスパイダーマンのコスプレを始めたんだいああ分かったあの彼女にサプライズだねその努力に拍手だ彼女の心を叩くように窓をノックするんだスパイダーマンのキスはロマンチックだな体重を落とせたらいいんだけどね心配するなアーノルド。 体の中で一番強い骨に着地するようにするんだ。骨はコンクリートよりも硬いんだよ。膝の下には肩骨がある。その表面積1ミリ平方メートルあたり、最大12キロを支え、最大16キログラムに耐えられる。それはコンクリートの7倍の強度だ。もし骨で家が作れたら、ちょっと怖いかもね。アーノルド、諦めるな。いい方法を教えよう。 ピザのデリバリバーとしてて近づいてみるんだおっとタがヤの彼氏はパイナップルピザも君も嫌いみたいだね彼女のキスの代わりにまた別の骨折だでも心配ない骨折にはいい面もあるんだ骨が折れることは有益なことが分かってるんだ骨折した部分の周囲には新しい骨から作られた一種の保護エリアが形成されるんだ 最初の数週間はその骨は一時的に普通の状態よりも強くなるんだアーノルド強くなったことだし危険なことに挑戦する時が来たようだバイクとランプを使ってタガヤのアパートに飛び込むんだそうすれば彼女の注意を引けるはずだうーん事前に練習しておくべきだったな平均的に骨折は6週間から8週間で治るんだ 骨折の世界記録はアメリカのスタントマンであるイーブル・クニーベルの433回だ彼は69歳まで生きたんだアーノルド君の場合ロマンチックなジェスチャーは命を危険にさらすことがある、うん、見ろあれはタガヤの彼氏だ何か持ってきたみたいだねこのカップルは君のことを気の毒に思ったみたいでタガヤが「よろしく」って言ってるよおいアーノルドまたかい運を試してるとしか言いようがないよ おいおいアーノルド大丈夫かいほら新しい実験を用意したんだ今回は熱々の熱湯に入ってみようネットフリックスはもういいよスージーに連絡するなどうせ返事なんて来ないだろおっとまいったな会ってくれるのかぼっち卒業じゃないか君は深刻なうつだな WHO 世界保健機構によると世界のおよそ3億人がうつ病で苦しんでいる これは全人口の4%だうつ病は脳内の神経伝達物質セロトニンノルエピネフリンドーパミンの不足が原因で発生するんだこういった化学物質が不足すると何もかもが楽しくなくなって全てが灰色に見えるんだそして悲劇的な最後を迎えることになるアーノルドバカな真似はいけないよ数百万人の YouTube のファンが泣くよさあもう気にしなくていい さあおいで大丈夫だうつ病は単なる気分の問題じゃないんだこれは病気だだからお医者さん特に精神科医に治療してもらう必要があるんだ抗うつ剤はよく効くでも中毒性があるから注意が必要だジムに行くんだ信じられないだろうけど運動するとうつ病の症状が改善するんだそして毎日の食生活も変えようダークチョコレートシーフードナッツフルーツをもっと食べよう友達にも会おう ペットを飼って公園を散歩しよう。神経系が安定すれば幸福のホルモンも正常なレベルに戻る。そうすればまた世界は輝いて見えるようになるんだ。体型もとてもかっこよくなったね。女の子たちも君のことをしっかり見てるよ。数字かい君とデートしたいってさ。ほら早く、ちょうど君のことを考えてたとか返事しておけよ。いやーやれやれ。 みんな、かわいそうなアーノルドをいいねを押して慰めてくれるかいそうすれば元気も出るだろうから。いや、何も見てない。ちょっと出かけようかな。うん、おはようございます。大事な話がある。君の命はあと24時間だ。 こんな時どうするのかうってごらんブラウザの履歴は消しておこうね人生最後の日をどう過ごすかという大変な問題の答えのトップは3つだまず愛する人と過ごすそうだね君には当てはまらない次はジャンクフードを食べまくるだ君は毎日食べてたよね最後の3つ目は愛する人と海で過ごす おこれはいいんじゃないか理想の生活だと思っていたことを実現するんだおいおいガスケツだお金もないねいいぞ最後の日なんだから思いっきり行こう限度額いっぱいだこの世で一番お金持ちになったような気分になっただろうアマゾン創業者のジェフ・ベゾスを無視して 世界で最初に新しいテスラモデル S を買うことだってできるんだお金はあるんだし飛行機を借りて世界中の好きな場所に行ってみようさあどこへ行くんだいいぞ彼女をボーイフレンドから奪って二人だけで遠くへ行くんだねすごいぞアノルドうんこの時間が永遠に続けばいいのにな 実は可能だ太陽を追い越せばずっとその日が終わらなくなるからねそのためには赤道を時速 1667km で飛ぶ必要があるんだそうすればずっと一日が終わらないんだよごめんなそれでも君の時間は止めることができないんだ残された君の時間はあとわずかだよ 勇気を出して。あれ、生きてるじゃないか。<っ>ああ、<っ>なるほど。借金を全部返すまで死ぬことは許されないってわけだ。<laughs>